御所モノマネタレントの息子が救急搬送、フェス会場での緊急事態。清水亮太郎さんがインスタグラムで救急搬送されたことを報告しました。茨城のイベントで倒れ、動画も公開予定です。フォロワーからは心配の声が寄せられています。みんなの反応。救急隊が搬送中に動画配信や撮影する人が増えて迷惑してるってテレビで見たよ。36歳の大人が何してんだか。動画見てないけど、全く動けませんってゲンってるのに動画アップしてるなら誰がつまみってるのって話だよね。彼の関係者がいないのはなぜ？動けないなら SNS に書き込めないはず。救急車で搬送される様子を SNS で配信して利益を得ようとする人は緊急性がないし、道徳的にも問題がある。こういう人には救急車の出動費用を請求し、搬送を拒否してタクシーなどで病院に行かせるべきだ。救急車を何だと思っているのか。こんな非常識な人をイベントに使わない方が良い。動けないのに SNS は更新できるんだね。黒ワンピースの女性と白 T シャツの男性は普通に通り過ぎ、近くの二人も一度振り向いてステージを見てる。異常があれば囲まれるはずだけど。なんで緊急搬送の動画とか事故の状況を公開するの？インスタのネタと勘違いしてるのかな？普通は心配させないようにするもんじゃないの？あのタレント、事件で引退したのに父親の力で復帰したんだね。清水明さんの息子が覚醒剤で逮捕された時、父親が号泣しながら会見し、モノマネ活動を自粛しました。数年前には妻への傷害容疑で再逮捕されていました。こんな人に仕事をオファーするのはどうかと思います。清水明さんの長男と次男は優秀だけど、三男が素行不良で大変だったみたい。芸能界入りもお父さんが手助けしたんだって。フォロワーから大丈夫？何があったの？心配大事に至らないことを願ってます。治療に専念してお大事に、など心配の声が多数寄せられた。フェスの MC 中に事故ったってどういうこと？照明が落ちたとか、目撃証言や SNS に他の動画もないし、本人のインスタグラムだけだね。清水明さん、息子が覚醒剤で引退した気がするけど、その息子がまたニュースに出てて複雑な気持ち。 MC にセレクトする側もどうかと思う。フェス運営側がわざわざ問題のある人を MC に使うのは理解できないし、主催者が怪しい。犯罪者になったら普通の生活には戻れないから、みんな犯罪に手を染めないんだよ。芸能界だけが何度でもやり直せるなんて甘い考えだよね。芸能界は犯罪を犯しても普通に働ける。もともと闇社会からの成り立ちだからね。あんたは芸能活動向いてないし、みんな関わりたくないんじゃない？巻き込まれたくないから。 TikTok でバク転がして首から落ちた動画見た。その後首にコルセット巻いてステージに立ってたけど大丈夫かな？動けないけど発信はできるんだね。休んだ方がいいよ。 MC として体調管理が甘いですね。体調不良なら公表しない方がいいです。仕事中にバク転失敗して頭から落ちた動画見たよ。無茶しないでね。お大事に。昨日 TikTok で見たんだけど、フェスでバク転失敗して首から落ちた人が救急車で運ばれたけどフェス中に戻ってきたんだって。 SNS でビデオを近日リリースって言えるなら命に関わることじゃなさそうでよかった。 SNS で投稿してニュースになれば思い出される作戦成功ってこと。怪我はお大事に。でも注目集めるための YouTuber の手口っぽい。目立ちたがりなのか、炎上で収入を得たいのか、未来が見えない。動画撮ってる時点で大したことないね。芸で人気を取ればいいんじゃない？事故の動画上げるなんて何考えてるの？みんなの反応としては清水亮太郎さんの行動に対する批判が多いです。少数意見としては心配する声もあります。当チャンネルの意見としては、清水亮太郎さんが救急搬送されたことについて、まずは彼の健康と安全を心から願っています。しかし救急搬送中に動画を配信する行為は緊急性や道徳的観点から問題があると考えます。